青木隆之青木隆之は日本のレーシングドライバー。滋賀県出身、神奈川県在中。血液型は A 型。通称ブルーは木。1995年に鈴鹿 FJ1600 でデビュー。1997年の鈴鹿 F4 選手権に参戦以後は、フォーミュラレース中心の活動ではなく箱レース中心の活動になる。 特に耐久レースに強く、1999年と2001年には鈴鹿 1000km でクラス優勝を飾った。1997年と1998年にスーパー耐久に参戦し、2000年より毎年参戦する。その中で2001年に十勝24時間耐久レースで優勝を果たす。また、2002年と2003年にはクラス1の シリーズチャンピオンに輝いた。一方全日本 GT 選手権にも1998年に参戦。毎年参戦している。2001年には GT300 クラスでシリーズチャンピオンに輝いた。毎年シリーズタイトル争いを演じている。最近ではドリフトもやっており2005年には D1 グランプリの参戦権を獲得した。また、 シにテレビタで放送されている自動車情報番組カー XS では MC を務めるなどメディアでの出演も多い。趣味はサバイバルゲームロック254というサバイバルゲーム場を埼玉県大里で自ら経営する。ありがとうございます。